テ。おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は大好評ドッキリ企画、イエーイ。よいしょ。そのドッキリのお題は、初心者のふりしてピアニストがピアノのレッスン申し込んでみたドッキリ。今回は一回もお会いしたことない女性の先生へのドッキリです。音楽家の知り合いがたくさんいるので、オンラインレッスンしてくれそうな人いないって言って音楽の仲間で聞くと、この人いいんじゃないって言ってくれたので、こっそり申し込んだということです。今回ドッキリをしてくれるキャラクターがこの人だ。ジョイです。ジョイくん。ジョイです。フォルテです。今回は先生に、まあ、革命を教えてほしいという設定です。1日12時間練習してピアノ習って1週間目ですという設定でいきたいなと思いまっちゃ。で、やっと指が動くようになりましたというね、設定です。で、途中グリスタンドを教えてほしいとやろうと思うんですけども、グリスタンドを教えてもらってる途中で鍵盤からグリスタンドやった後に転げ落ちて、先生がどのような反応するかもちょっとね、楽しんでいきたいなと思いまっちょ。それでは早速先生の方に連絡していきたいなと思いまっちょ。はい、というわけでね、もう少ししたら優香先生とつながるので、ちょっとね、しばしつながるまで待ちたいなと思いまっちょ。ドッキリを仕掛けていきまっちょ。というわけでジョイくん、お願いしますね。あ、はじめまして。はじめまして、こんにちは。今回は紹介、ジョイ君ですか？あ、ジョーです。じゃあ、ジョー君ですね。はい、よろしくお願いします。J-O-Y。J? ジョイ君。J-O-Y、ジョイです。J-O-Y、ジョイ君、はい。Yeah. ジョイ君です。はい。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。ピアノは、初めてではない。ピアノは、まあ、趣味ではやってたんですけど、習い始めて1週間で、最近ちょっとやっぱ鍵盤好きになったかなっていう感じです。ピアノ好きやった。それいいことです。大好きです、ピアノ。早いと思います。それはよかったです。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、お願いします。ちょっと緊張してるんですよ。はい、あ、そうですか。大丈夫ですよ。あのリラックスしないとピアノ、はい、ね、キャラが入ってしまうので。はい、よろしくお願いします。お願いします。何か聞きたい曲とか。あ、今やってるのがあの、はい、グリスタンドの練習。グリスタンドの練習ですか？ポップス弾きたいなと思ってて。ポップスいいですね。そう、まあ、僕ベースかじってるんで。あ、ベース、あー、じゃあもうね、音感とかわかるかな。あー、メイ、あ、多分メイビー。あ、少し、はい。じゃあね、すぐピアノも弾けるようになるのが早いでしょうね、多分。きっと楽譜とかは読めたりする？いや、楽譜は読めないんですけど、耳には自信あります。あ、耳にしちゃうんですか。はい、今やりたい曲は何かありますか？グリスタンドができなくて、ちょっとなんかそのやっぱ痛くなっちゃうんですよ。確かに、全部の音はね、弾けていいかもしれないですけど、グリスタンドもいろんなやり方があるんですね。こう親指で、こう、はい、下がって、あ、こうやってやる。手のひらではね、ちょっとやらないかなと思う。ああ、そうなんですね。音がちょっと汚くなっちゃうなって思うので。爪でやるんですか？爪というのはそうですね、ここら辺、この、あるかな、はい、この、ここら辺のを使って、親指の、こう、たまに強くやると痛くなるので、優しくやってください。はい、やってみます。あ、痛い。はい、痛い。それ、ね、優しくやってそこで痛くなっちゃうから、そう、めっちゃ痛いでしょ。まあでもベースの弦の方が痛かったです。はい、はい、やってくださいね。腕の動きを使って。ああ、なるほど。今多分硬くなりすぎてるかな。人形みたいになってるかな。優しく行ってみますね。おいでー先生。あ、いい感じだったんだけど、ちょっと行き過ぎちゃったかもなって感じ。じゃあジョイ君、なんか弾きたい曲と
かね。まあ、まあ、強いて言うなら、ルートヴィッヒ？ルートヴィッヒ？あ、ベートーベン。Yes。ベートーベン。ベートーベン。弾きたくて。ベートーベンだったら何だろう。エリーゼのためにとか。ああ、そうですね。エリーゼが弾きたいです。弾きたいですか？じゃあちょっとやってみましょうかね。はい、弾いたことはありますか？いや、ない。ないです。ちょっと最初からやってみましょうかね。はい。ちょっと最初の方だけちょっと耳コピさせてもらってもいいですか？あ、耳コピですか？はいはい、ぜひぜひ。耳がね、ジョイクがいいっていうか。あ、ベースなんで。そうですね、ベースです。ベースですな、そうですね。最初このミとレのシャープから始まるんですけど、はい、ちょっと弾いてみますね。ミとレ、おー、ビューティフォー。なんだろう、音の場所とかは分かるかな。大丈夫、やってみます。はい。あれえ、あの体のこう、体のもうちょっと上かな。あー、はい、すいません。もうちょっとね、簡単な曲から少しずつね、やっていこうか。この1週間、ピアノ習い始めてまだ1週間なんですけど、はい、まあ、僕もともとベースやってたんで、まあベースやってたって言っても、かじる程度なんですけども、うん、あ、かじる程度ね、まあ、だけど、その1週間ものすごく本気で練習しました。革命っていう曲、先生知ってますか？Yes. 革命練習したの？先生弾けますか？ゆっくり弾いてみようかじゃあ。あれ？あれ？こういうことなんですね。あー、僕間違えてた。あー、間違えてた。間違えてた。くそ。それ分かっただけで十分。あー、くそ、今日も成長したと思うよ。うん。本当ですか。あー、先生、もう一度だけ、すいません、教えてください。ファー。そうです、そうです。OK。合ってます、合ってます。ベースかじってたんで。すごいよ。すごい。完璧。僕、あれ実はピアニストなんですよ。ピアニスト？はい。え、あ、ピアニスト？あ、まあ、ベースはかじってるんですけど、うん、はい。え、もしかしたら知ってるかもしれないんですよ。サングラス外したら。いけますね。おはようございます、フォルテです！って言っても初めましてですよね。もしかしてここにさ、あ、この人ですよ。見たことあります？え、知ってます？ありがとうございます、ちょいや、これ結構初めましてで、初めましてっていうか本当に初めましてで、突然すいません。いや、でも僕の動画ってきちんとは見たことないっしょ。いや、見たことないです。おい！いや、でもまあだんだんすごい人いるな。あ、すごい人いるな。
ピアノじゃねんかい。いや、ゆうか先生すみませんでした。今ピアノのレッスンとかもオンラインレッスン始めようとされてるんですよね、確か。はい、今ね、あれなのでオンラインレッスンの方も始めてます。よかったらぜひ皆さんチェックしてみてください。ジョイからでした。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。